らほらほらほら、これがちょっとずつ近づいてきてるんだよ、このフォートナイトの世界に。あー、バケバケのロジ君です。今日はですね、極秘のコントの隠しチャレンジがあるということで、これでね紹介したいんですけども、本当はもう1日前の今日のこの時間に出したかったけど寝てました、ごめんなさい。ということでね、今回もらえる報酬はバナナカード、こんな感じのねバナナエモートがもらえるのは、エモートアイコンね。で、あとクマさんのね隠しチャレンジもまだ動画にしてなかったんで、その後行って、で僕ですね、ちょっとこの後考察したいんですけど、このねエージェントビーリー何かがおかしい。ということで、早速ね、チャレンジの方からやっていきたいと思います。このチャレンジ、あんままだ知られてないと思います。よかったら最後まで見てってください。なんでそんな、俺そんなこと言う人じゃねえな。まあ、軽く見てください。ということで、まずはですね、バナナの隠しチャレンジから始めていきます。まずですね、こうやってバトルパスの左のエージェントのところから、ブルータスからやろうかな、そしたら。ブルータスで、もう始まってますからね、チャレンジ。こうやって上の方にバルブあるの分かります?ポンポンポンって。4つ、1、2、3、4ってあるんですよ。触れるのがね。これを左からね、1、2、3、4、1、2、3、4、あ、ごめんなさい、できました。ってやるとね、バナナくんが出てくるの。まずこれがもう一つのフラグ。謎のチャレンジがクリアできたけど。1、2、3、4、1、2、3かな。まあ僕がやった順番でやったらいけると思います。これまだ序章に過ぎないですからね。はい、次行きます。次、そしたら TNT だ。みんなもね、実際にやりながらプレイすると早いかもしれない。 TNT だね。これもね、なんかいろいろ触れるところがあるんですけども、触るのはねここです。この機械、この機械を1、2、2つ目増えたね。で3回触るとね、そしたらね、もう触らないでください。3回でね、待ってると爆発するんですよ、3回でね。でするとね、この聞こえました笑い声、ジュースバナナ、バナナジュースが来る。もうなんか怪しいでしょ。よし、次行きましょう。次はね、そしたらニャッスルかな。はい、ニャッスル行きます。ニャッスルは、まあニャッスルもね、いろいろこうやって触れる場所あるんですけど、これですね、左上の見えるかな、ズームしてください。僕、はい、ズームしてました。はい、この猫を触って、でもう一回触って、でもう一回触って、もっと触ろっか。4回触ると落ちます。するとね、その落ちたところからエージェントビーリーが何かをね、もう本当になんか裏があるよこれは。よし、次行きましょうか。次はマイダスなんですよ。このマイダスの部屋で、このオルゴールが右の方にあると思うんですけど、これを1回してください。で2回目いきますよ。2回目、で3回目ってやると音楽が流れます。するとね、ほらここが開いて、でもらえると、まあ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 、もらえるものはもう置いといて、もしかしたらこれが必要になるかもしれないから、今のうちにゲットしていくことをおすすめします。あ、真っ暗になった。これはバグだと思います。でみんなね、不思議に思ったと思います。なんでスカイだけノータッチなのって。スカイだけ仲間外れじゃないって。こんな1、2、3って4飛ばして5いくって。まあまあまあ、それもちょっと後で話したいと思います。次はね、クマさん VS ノームのチャレンジの隠しチャレンジがあるということで、それもやっていきたいと思います。はい、ということで、まずはですね、ウィーピングウッズのノーム VS クマさんの最初のやつ見てない人はそっちから見た方がいいかもしれないです。ここね、ウィーピングウッズの左上のここのちっちゃい家、ちっちゃくもない家だ。あとね、今のうちにちょっと触れときたいのが、いい側にね、なんかね、明るい紫の星が見えるんだよね。今ちょっと明るすぎる?バトルパスが見えますね。あ、今見えないかな。あとでもう一回紹介しますね。なんかね、紫色に謎に光る星が見えるんですよ。いや、星というなら、まあ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 、それは後々。ということで、ウィーピングウッズのクマさんの家に行きます。さあ、もう分かりますよね、この上から見た、一応上から見るんですけど、なんていうのかな、このグライダーじゃない、ジップラインがある近くの家、ここですね。この家の、まあ、どっから入ってもいいですね、こうやってこっちから入ってもいいですし、こっちの中のね、この本棚をね、ちゃかってやってもいいですし、こうやって本棚、こうやってやってもいいし。で、入って、僕もちょっと回収しちゃったんですけど、これ入ったここの牢屋のところ、ノームが巻いた場所にクマちゃんがね転がってるんで、それを回収すると3万 XP だったっけな、結構まあまあ半分くらい貯まるくらいもらえますと。こっちから入ったらまっすぐですね。はい、という隠しチャレンジに2つでした。もう見てよこれ、ノーム潰されちゃってるもん。でまあノームがね、逆襲というか、ただじゃおかねえよという、どうなるんだろうねこれとか、これとかさ
ぶっ込まれてっからね、頭に助けてあげないのかな、ノーム。今多分ノーム側が優勢っていうのかな、立場的に上だと思うんですけど、これはなんだ、熱湯蜂蜜マシーンみたいな感じなのかな、近くには機関あるし、毒入れてんのかな、蜂蜜に、わからんといったね、まあ楽しい展開がこれからも起こるだろうという描写でした。ということでね、ちょっといろいろチャレンジは終わったんですけど、あ、見えます？あれ、E 側の方にあの紫の物体、ちょっとリプレイでもね、今流してると思うんですけど、はい、これが実際の映像ですね。七味スタックからあっち側、E 側っていうのかな、にちょっと近づけて、ちょっと静かにしますね。音が流れるんですよ、これ。いくよ、聞いて、聞いてわかるかな、いくよ、静かにね。聞こえます？ね。ほら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 。これ僕編集で入れてないですからね、フォートナイトで流れて音ですから。ほら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 、これがちょっとずつ近づいてきてるんだよ、このフォートナイトの世界に。ワクワクするでしょこんなの。何が始まるって言われてると思う？ちょっとパーって説明しますね。この星はアストロワールドって言われてて、システム上ではこれコロナって呼ばれてるんですよ。この星の名前がコロナって呼ばれてるんですけど、まあ、アストロワールドで、この曲はトラビス・スコットの Highest in the Room という曲があるんですけど、ちょっとね、アルバムのジャケットから見てほしいの。見てもう空の雲の上からね、橋をかけてなんか宇宙に行きますよみたいな、これがアストロワールドで、まあなんかワールドつながりで言われてるのかな。まあでもシステム上的にはコロナと、まあまあそれ置いといて、この星をね最大限近づけるとこんな感じなんですよ。よく見てください、なんかサーカスとかなんか観覧車とかさあるの分かります？これもう僕ね、なんでこうなってるか分かるんですよ、多分。まだね、日本の実況者の中で分かんないかもしれないですけど、 Netflix のね、このトラビス・スコットについてドキュメンタリーのね、映画みたいなの、まあ1時間くらいのやつがあるんですけど、そこでアストロワールドっていうなんか昔ね、お世話になった遊園地があって、でもそれ取り壊しになっちゃって、でもトラビス・スコットというまあラッパーがね、その成り上がって、俺の夢はまたアストロワールドでを活性化させることだみたいな感じで、そのなんて言うんだろうね、遊園地でなんかフェスティバルをやるんですよ。で見てください、この画像、もう遊園地でしょ。なんでもう間違いなくこれアストロワールドっていうのはもう間違いないと思います。ということはもうそうですね、ワンタイムイベント、なんかライブがあるのはもうね、そう分かるよねって。もうねえ、これだけじゃないんですよ。この Highest in the Room っていう曲はなんていうんですかね、タイマーを吸ってなんかハイになってる人が主人公なんですよ、歌い手ので、まあいろいろ歌ってくんですけど、その曲のね歌詞の一部にマイダスに関連したこととかをね書いていくのよ。まあマイダスってそもそも何なのかって言われた時に、あれだよね、黄金の人って思っていけばまあいいのかなっていろいろなんか言われてますけど、まあ黄金の人、金色の人って考えとけば、まあ間違えることは絶対ないですから、これは。で、アルバムのジャケット見てください。この金色で、間違いなくストーリーに関わってきてるよねっていうのはもう、わかると思います。まあちょっと待って、結論から言っちゃうか、結論から。マシュメロのワンタイムイベント覚えてますか？ Let's go on a day, yeah, yeah, yeah! って多分過去一番最高に盛り上がったワンタイムイベント、あの音楽イベントっていうんですかね。あれと似たようなのがもう一回起きるんじゃないかっていうのが一番有力な説で、いやマジで本当にこんな感じの音楽爆音で、でてるんてるんて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 ん、まあ楽しみだな本当に。その話が本当なら、なんかマシュメロみたいななんかイベントが一番楽しいですからね。で、肝心の場所なんですけど、こちらの画像をご覧ください。はい、スウェイティーサンズですね。よく見たらスウェイティーサンズのあそこなのがわかると思います。スウェイティーサンズのアイスクリーム屋さんっていう場所が音楽マークになってるんで、あそこにみんな集まってください。またね、新しい情報があったらまとめて動画にしたいと思います。ということで本題ですね。エージェントピーリーが怪しい理由ということで、僕たちね、毎週毎週ね、ゴーストとシャドウをどっちかを選べなさいと。ん？あそこできるな、これ飛ばしていいですか、ごめんなさい、バイバーイ。くそー、着中がうまいぞ、倒そう。うん、当たらんかった、エージェントピーリーの恐怖。そうそうそう、でね、毎週ね、ゴーストかシャドウどちらかを選んでくださいと、どちらかしか選べませんとね、ずっと言われてきたじゃないですか。まあね、みんなね、迷いながら大体9割の人がね、見た目で選んだと思うんですけど、このエージェント界隈ではね、ゴースト VS シャドウの戦いがね、熱いと言われてますけど、ちょっと思い出してくださいよ、このピーリー、今使ってる僕のピーリー。まずね、1レベルでゲットできて、34レベルでゴースト側が解放されるんですよ。で、77レベルだっけな、でシャドウ側が解放されて、そうなんですよ、唯一ゴーストとシャドウ2つのスタイルを選択できるんですよ。
でね、チャレンジもね、なぜかピーリーだけないんですよ。まあ C というならさっきのなんかいじくり回したやつかなーって感じで、でシーズン2ですごいご了承されてる金ピカシリーズあるじゃないですか。なんかピーリーも金ピカあるんですけど、で最初目標値が350レベルのゴールデンバナナなんですよ、このピーリーの。おかしくない？マイダスでもスカイでも TNT なのでブルータスでもない、このピーリーが一番レベル高いということで、ちょっと一回戦いたいと思います。おお、白ダメやん。あれはラッキーすぎるな。めちゃくちゃそこら中にいるな。めちゃくちゃそこら中にいるけど、まずは彼から。え、リテール王の村長？上にも下にも横にもいっぱいいるな。一回全部落としたいですね。全然崩れてないんだけど。ラッキーショット。オッケー、また詰めてくるな。1難待って、また1難ぶっだけ、ありえない。いいよ、弾が出んな。どうしたどうしたどうしたのよ。オッケーです。オッケー、話の続きさせていいですか。してもなんだっけ、そうそうそう、350レベルのこのバナナ、ぶっちぎりでね、この求められてるレベル高いのがこのバナナなの。なんで、いやなんでって話ですよね、マジで本当に。でね、あのさっきのチャレンジ思い返してくださいよ。毎回なんか監視しているような動作でしたよね。あと冷蔵庫からね、スムージーのバナナが出てきましたよね。あれが意味するものは、ピーリーとエージェントピーリーは同一人物という説ですね。バナナスムージーがね、もともとピーリーだったのはもうみんな知ってるじゃないですか、映像にもありましたし。で今回スムージーがね、監視する動きをしたということは、エージェントピーリーはね、意識を自由自在に操れるバナナになったんじゃないのって話。もう結論から言いますよ、このシーズン2の戦い、ゴースト VS シャドウ VS 僕たちなのではないでしょうか。なぜね VS 僕たちなのかというと、僕たち地球人はチャプター1からチャプター2を見届けた第4の証人ね。でゲームの同じ条件なのは、第4の壁を越えることができるデッドプールと、意識を自在に操るエージェントピーリー。思い返してくださいよ、ザ・シリーズで戦ってたのはゴーストとシャドウだけですか。どこにも属してないデッドプールも参加してますよねって話。そしてまだこの戦いに登場してない人物、それはこのね、エージェントピーリー。このバナナ君が大事なキーマンなのは間違いないってこと。以上、5分で考えた設定でした。最悪すぎる。5分で考えた設定でした。いやでもね、もうこのゲーム2年やってますから、もう大体わかりますよ、フォートナイトがやることは。もう大体わかる、大体そんな感じだと思います。はい、ということでイミシンピーリーとアストロワールドについてでした。ピーリーについてはまあ確信はないですけど、このアストロワールドはまあほぼほぼ確定なんじゃないかなと思います。ワンタイムイベント皆さん楽しみですね。皆さんトラビス・スコット知ってましたか？知ってたら好きな曲とか教えてください、コメントで教えてください。お疲れ様でした、失礼します。ニンニン。